皆さんこんばんは。本日の試合はフェイエノールド対川崎フロンターレ、ワルシャワ国立競技場よりお届けしてまいります。解説七海さん、実況はジョン・カビラ、お届けしてまいります。七海さん、今日はよろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。キックオフです。フェイエノールド対川崎フロンターレ、ゲームの序盤どう動いてくるんでしょうか。シルバー、ここですね。自分で持っていけるか。来ますね、これシルバー。先制に成功。フェイントからシュートという場面でした。相手をフェイントで外しながらシュートコースを生み出しましたね、はい、今のプレーはさすがっていう感じですよね。そうですね。さあ川崎、いきなり得点を許す展開となりました。いや、ちょっと早い段階での失点でしたね。まずは1点取り返すことに集中したいですね。ウィリアンからクリスティアーノ・ロナウド、ジョルディ・アルバ、ボールコントロール、これは奪い返します。このマッチアップどうなる。このパス超えるか。いや、面白いな。たんですけどね、シュートコースがなかったんでしょうかね。抜けてくる、引き離したいですよね。川崎としてはあそこ抜かれたら決定的な場面になってしまいますからね。今のディフェンスは大きいですよね。ベンゼマ、裏のスペースに置きに行く、ロナウドシュート、ゴール、追加点決めます。これで2点差。ここでカウンターがまさに炸裂しました。フィニッシュまでの形、七海さんいかがでしたか。おそらく相手も警戒してたでしょうけど、ここぞというタイミングですよね。それを決めきるところが素晴らしいですよね。さあフェイエノールト、着実に得点を重ねていきます。2対0。もう1点取るとさらに楽になりますよ ね。 そうですね。自分たちが主導権を握りながらゲーム運びができると思います。なるほど。ベンゼマからのスルーパスは通りませんでした。しっかりパスコース埋めてますよね。アグエロ、マルキージオ、あ、今もいい守備ですよ。個人技見せます。ラーム、硬いディフェンス、上がっていきます。抜けるか。川崎、ここでファールを取られます。勢いありますよね。
撃ですね。ファンフラン抜けていけるか、上がっていく、中へ切り込んでいきます。フリーになった。シュートコースがなかったですよね。エリア内混戦してましたからね。味方を走らせる。さあアグエロ、打てる。これはギリギリですが PK ではないという判定。しかしフリーキックのチャンス、絶好の位置です。ここは直接かもしれません。これはいい位置ですね。クリスティアノ・ロナウド、まだありますよ。シュートレンジです。一旦後ろに戻します。いやー積極的ですね。危険なシーン。2点差を追う苦しい状況。ウィリアム、ここも堅い守りでボールを奪います。抜けてくる。さあ打てるか、さあ打てるかと、ボールは、さあ前半40分です。いいですね今のディフェンスもね。抜けるか、まだ危ないですよこれ。縦にボールを送ります。スルーパス、さあボールが抜ける。サンチェスへのボール、これはオフサイドを取られます。シルバー今日得点を挙げています。攻めの姿勢です。前半終了です。15分間のブレイクの後セカンドハーフに入ってまいります。さあ七海さん、前半について何かコメントをいただけますか。 2-0 というスコアは難しいスコアなんですよね。なるほど。次の1点がどちらに入るのかによってその後の展開が大きく変わりますからね、はい、そういった意味でも後半の立ち上がりから非常に楽しみですね。そうですね。この後のセカンドハーフ、両チームとも監督がどのように動いてくるのか注目です。ではこの後の試合をお楽しみください。早々とこの後半始まっています。ベンゼマ流れを止めます。ボールはセルギオ・ラモス、ビダル振り切ります。シルバー、ここで受ける。ウィリアンからクリスティアーノ・ロナウド、ややくあと少しでした。ヤノ・ロナウド抜けてきた。1-1、いいドリブルですね。ゴール、後半開始早々ゴール。
キーパーとの駆け引き、ここはしっかり決めてきましたね。アグエロ落ち着いてキーパーが見えてますよね。さあ、あと1点です。この1点で相手がドタバタするでしょうね。修正してくる前にもう1点取って追いつきたいですよね。奪い返します。前線へのボール、裏を狙う、ボールが抜ける。さあどうだ、1対1、ロペンシュート、ゴール。川崎が追いつきます。この位置でフリーで打たせてしまってはいけません。今のはディフェンスの問題ですから、すぐに修正したいところでしょうね。そうですね。どうしてあそこでフリーにさせてしまったのかっていうことを明確にする必要があると思いますね。なるほど。監督の采配、見事的中という感じでしょうか。投入直後のゴールです。さあ川崎、とうとう同点に持ち込みました。いやー、このゴールでお互いさらにファイトする見応えのある試合になりそうですね。裏に味方を走らせる、長いボール縦に入れます。リヒトシュタイナー、あっと、ここまでで両チーム2点ずつ同点です。クリスティアーノ・ロナウドからのパスは通りませんでした。なかなかいい形が作れないですね。呼んでいった、ちょっと危ないぞこのパスは。アレクシス・サンチェス、このボールをカットします。ウィリアム、ロナウド、ここへ抜けてくる。ベンゼマどうする。川崎、起点となるアクションを作っていけるのか。ここはカットします。クリスティアーノ・ロナウド、左からクリスティアーノ・ロナウド、アレクシス・サンチェス、ヤヤ・トゥレ、縦にボールをつないでいきます。アレクシス・サンチェスに渡る、シュートもあります。奪い返します。ロナウド、クリスティアーノ・ロナウド、このボールはクリスティアーノ・ロナウド、ボールはサンチェス、クリスティアーノ・ロナウドがチェックを剥がしきれてないのでなかなか前を向かせてもらえませんよね。まだありますよ。後半ももう3分の2が経過しています。まあもうどちらが勝ってもおかしくない試合ですよね。そうですね。前へ出す、裏のスペースに置きに行く。さあロッペン、ここ抜け出しましたね。さあ前線へ、残り10分を切りました。ダビド・ルイス、アレクシス・サンチェス、クリスティアーノ・ロナウドに渡る、絶妙ですね。抜ける、さあフラッグは上がっています。ゴール、試合をひっくり返します。
最後はキーパーと勝負という場面でしたね。この辺の1対1を冷静に決めてくるところが素晴らしいですよね。今日2点目です。ペリシー、イニエスタへ、ボールはロッベン、イニエスタ、どうする、さあフリーだ、ロッベンシュート、ゴール。笛が吹かれるまでは終わらない。笛が吹かれるまでは全てチャンス。もう今のコース打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。タイミングといい、シュートコースといい、ちょっとキーパーノーチャンスでしたね。さあフェイエノールト、土壇場での同点劇です。いやーチームとして、ガーッと PK です。川崎残り時間少ないところで PK を与えてしまいました。審判に抗議していますが、これは認められません。これを決めれば逆転ですよ、ビッグチャンスですね。これで逆転です。押し込みました。落ち着いてきっちりと決めてきましたね。フェイエノールト、さあ逆転しました。時間、ゴール、川崎土壇場で追いつきます。直前のドリブル、キレキレでした。そうですね、ドリブルでゴール前に持ち込んでから落ち着いてシュート、素晴らしいですよね。さあ川崎、もうほとんど時間のないところでよく追いつきました。逃げ切られそうでしたからね、よく追いつきましたね。これもチームの力だと思いますね。あっとここで終了の笛です。4対4、激闘を見せましたが、本日の試合は引き分けとなりました。名波さん、今日の試合ですがどうご覧になりましたか。組織力、個の力、そしてイマジネーションなど様々なストロングポイントがありますからね。それを見て感じるだけでもサッカーって面白いなって思いますよね。はい、ありがとうございます。激闘の余韻にサポーターたちは浸っています。さあお別れの時間が迫ってまいりました。解説は七海博さんでした。七海さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。引き分けて試合を終えています。